うわ、この間より多いね。持ち帰りはこの間より多いです。おっきい。晴れた、晴れた。うん、2個当たったんなら美味しくなってるでしょうね。ほら、ヒイラギ。ヒイラギ。これがいいんだ。ヒイラギの干物大好き。来た来た来た。おお、干物来たよ、干物が。いただきます。飛びちぎるね。これね、ちょっと干物用ですよ。こうきゃら。もう、とりあえず食べる。何匹です。どう？頑張ってる。うん、頑張ってるよ。よし、今取ってます。で、内臓取ったら、親指で爪のところの中をね、洗います。ちょっと洗っていきます。あるからね。このね、やっぱね、血合いで綺麗に取った方がいいね。だからね。内臓のね、このね、内側も洗いました。はい。だからね、10% から 15% の食塩水作って、ね、それに漬け込んでもいいんだけど、俺めんどくさいからこうやってね、まあ大体ですよ。塩まぶします。よし、これで。これでね、ちょっとね、30分ぐらい置いときます。分も置けば、まあ時間はね、調整してください。ね、30分も置けばね、ね、むしろね、置かないでこのまま干してもいいぐらいなんだけどね。うん。そうだね。うん。置けばね、塩分がね、中に入ります。あんまりしょっぱいのダメだもんね。体に悪いからね。うん。ちょっと塩しすぎたかな。まあ、ちょっと早めにね、あげようと思います。はい。ちょっとね、水で洗います。生臭いのが出ちゃうからね。めんどくさかったら洗わなくてもいいんだけどね。はい、これもうだいぶね、塩入ってます。あ、今回ね、もう鱗取ってないですよ。ちっちゃいからね、俺はもうあんまり気にならないから、取らない。水流すから、シンクが。どなたかこのシンクのね、水が溜まんないようにする方法を教えてください。もうダメです。こまめにね、やればいいんだろうけどね。おヒイラギ出てきました。うん、あんまり気にしない。本当は内臓取らない方が美味しいんだけど。はい、もうこれ干した。はい。じゃあこいつらはね、網で干します。うん。どうなんだ？このサイズだったら、まあ、好みがあるもんね。僕が気にするのはね、日光にね、当てる時間ね、しっかりね、直射日光に当てます。で、当てるとね、やっぱりね、天日っていうか、太陽の光で、旨味がぐっと増しますもんね。うん。うん。スーパーの干物よりうまいです。間違いない。はい。これ、ホームセンターに売ってるね、干し網ね。で、はい。ちょっとベランダがね、下に汁がやっぱり落ちるんで、一番下の隙間に、まあ新聞紙とかでもいいんだけどね、新聞紙とかね、並べていきます。よし、冬は寒いからね、夜中も干していいですね。
お、同じ向きで並んだよ。ほら、どう？どう？干物工場だよ、干物工場。よし、じゃあこれ、ちょっと。はい。ここは。よし、これベランダに移動。お、一日ね、干しましたよ。夕べから干して、今日昼間ね、もう夜なんですけどね。あ、ちょっとひっくり返す暇がなかったんですけど。まあ、いや、いいんじゃない？あ、うん。皮乾いてね、しっとりしてますよ、中もね。今日、天気良かったの？晴れて。晴れた？晴れた。うん。日光当たったんなら美味しくなってるでしょうね。あ、ほら。ヒイラギ。ヒイラギ。これがいいんだ。ヒイラギの干物大好きです。はい。来た来た来た。おお、干物来たよ、干物が。いただきます。あれ、なんで？うん、え、なんかちょっと待って、おいしい。あ、今回ウエッティだ。あ、ウエッティ、うん、おいしい。あ、もう一日ぐらい干してもいいかもね。うん、塩加減はね、ちょうどいいですよ。ちょうどいい。朝塩で。うん、うまい。うん。これだけになっちゃった。あ、十本とかに。うん。おいしい。ほら、来た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 。これは何ですか？これはヒイラギです。ヒイラギの干物。いただきます。あ、なんだろう、すんごい旨味なのよ。旨味がすごい、ヒイラギすごい。うん、あー、干物にしたら最高だねこれ。うん、うまい、大成功。はい、今回は、昨日釣ったね、アジを丸干しにしてみました。干物です。今日ね、ほんと天気良かったからね、お昼ね、カピカピにね、乾きました。でも、あと一日くらい干した方がいいかな。もうね、旨味ね、ぐっと増してましたね。もう太陽に当てると、すごく、旨味が増します。干物ね、作ったことない方ね、ぜひ、自分で釣った魚で、ね、作ってみてください。アジ、サバ、イワシ、バッチリです。どれとってもいいですよ。はい、美味しくできると思います。ただね、塩加減ね、塩辛いのは食べれなくなります、ね、塩辛いちょっと控えめに、ね、塩するのが、ね、ポイントだと思います。何回か作って、ね、調節したら、ね、いいと自分の、ね、オリジナルの、ね、塩辛さというか、ね、ちゃんと、ね、着地できるんじゃないかな、いいと思います。はい、だからね、次はね、私ね、みりん干し作りたいんですよ。久々に食べたいと思ってますんで、お楽しみに。どうぞ。なーつ、夏が過ぎ風あざみ、誰の夏過ぎたよ、もう冬だよ、寒いよ。